お世話になります。一人でございます。穴を掘る、皆さん大好きですよね。穴を掘ることとは、子供から大人まで嫌いな人はあまりいないと思います。この穴を掘るという技は、1ターン目で地中に潜り、2ターン目で攻撃する技です。で、ダブルバトルでは穴を掘るをやると、潜っている間に別の味方のポケモンで相手を倒せば経験値が入り、レベルアップすることができます。ではレベルアップして覚える技で、穴を掘るで潜っている間に穴を掘るの技を消したらどうなるのでしょうか。技自体を忘れてしまっているので、穴に潜った状態で出てこれなくなり、技が失敗するのでしょうか。それとも穴を掘るが継続されるのでしょうか。気になりますよね。という趣旨のコメントをいただき、私は穴を掘ることしか考えられなくなり、穴を見ると掘りたくなったり、穴に乗ったり、アナと雪の女王を見たりしてしまい、眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回は穴を掘るで潜った状態でレベルアップし、覚える技で穴を掘るを忘れさせたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、今現在ターフタウンのとこにいまして、こっちの先にですね、ダブルバトルしてくれるインタビュアーたちがいますので、ここで戦っていきたいと思います。で、私のね、手持ちはですね、どうなってるかと言いますと、この通りヨーギラスレベル17でございまして、次のレベルまであと141という感じでございます。で、18になったら地団打を覚えますので、それで消していくって感じになりますね。で、技は体当たり、花を掘る、岩落とし、しっぺ返しでして、まあ穴を掘る以外は特にね、どうでもいいんですけど、穴を掘るを地団打で消して、それで検証していくって感じになりますと。じゃあレッツラゴー勝負じゃい。2個びっくりマーク出まして、ジムチャレンジャーに突撃インタビュー、ポケモン勝負が一番ねっていう感じでございまして、やっていきましょう。あまりにもこのね、左側のテルさんですか、やる気なさそうなんですけど、そこはね、あんま気にしないでいきましょう。今ね、無双ラオス、つまりウーラオスにですね、今現在高校の尻尾を戻しております。というのも穴掘るを先にやらないといけないので、こいつはね、一番最後に攻撃しなきゃいけないっていう感じになっておりますので、これでエリキテルに攻撃していきましょう。で、こいつは穴掘るをやっていきますと。まあ、これギアルでいいかな。はい、これで相手は電気ショックしてきました。マヒんなよお前、頼むよ、そんなのマヒっちゃダメだよ。オッケー、穴を掘るしていく。はい、これで地面に潜っていく。はい、イチャコライチャコラ潜っていって、はい、それでチャージビームやられる、効果抜群の技2回やられていく。ドレインパンチでまずエリキテルをぶっ潰します。それ倒していって、はい、ヨーギラスレベル上がっていきましたと。はい、これで覚えるはずですよ。はい、地団打覚えたいってきましたので、はい、忘れさせていきましょう。これどうなるかね、マジで。はい、穴を掘る消去していきましょう。はい、いけ、地面技で地面技をね、なくしていくスタイルでいきましょう。はい、ポカンという感じで、穴を掘るの使い方を綺麗に忘れた、綺麗に忘れたって書いてありますので、忘れちゃったんでしょうね、きっとね、ちゃんと忘れたんでしょうね。で、新しく地団打を覚えたんですよ。ですから忘れちゃったんでしょうね、多分、きっとね、忘れたんでしょうね、多分。はい、それでどうなんの。はい、ここで、はい、おい、まだ穴掘ってる最中じゃねえかよ、ふざけんじゃねえよ。これでどうすんの。ちょっとビルドアップでもしていく、一応様子見として。はい、これで穴を掘る攻撃した。マジかよ、おい、忘れるっつったろ、ふざけんなよお前、完全にズルだろ。ガッチガチに5つの技覚えてんじゃねえかよ、やばいだろ。ということで検証結果、穴を掘るで潜った状態でレベルアップし、覚える技で穴を掘るを忘れさせたら穴を掘るが通常通り継続されるでした。これまた非常に面白い結果になりましたね。まあ以前の動画で穴を掘るでなく激励で試したことがあり、その際も同様の結果となったので、多少予測できていたとはいえ、やっぱりよくよく考えるとおかしな結果ですよね。だって5つ技を覚えてるようなもんですからね。異常すぎだろって話ですよ。まるで女子穴をホールドして穴を掘るをしたいと妄想する私のようにね。テロリストじゃない。